皆さんこんにちは、ギタリストの長谷川郁夫です。今日は先日動画にした指導奏法の続きの話をしたいと思っています。今日のお題は指導奏法から見るセゴビアの存在について、まあこんな感じで、話していますね。セゴビアご存知でしょうかね。20世紀を代表するクラシックギタリストで、生まれは1893年、まあ19世紀のもう終わりも終わりっていう頃ですね。そして没年が1987年、94歳です。スペイン出身ですね。ギターの神様って言われた人で、ものすごい演奏力がありました。そして絶大な影響力も発揮していましたね。そしてその指導奏法との絡みで言うとですね、セゴビアの有名な言葉があるんです。それは、爪の悪い人は、ギターに向いてないみたいな、まあ、そんな話ね。そうなのって思うんですけど、これどこでその話が出てるのかなと思って、周囲の人にも聞いてみて、あ、これだっていうのを教えてもらったんですけれども、このビデオがありました。ロス・オリブオスのセゴビア、1967年のドキュメンタリーっていう、動画があって、その中のインタビューの中で言ってるんですね。でこの動画は、YouTube でも見ることができますから、リンク貼っておきますので、興味のある方はなかなか面白いし、冒頭のそのなってるゴヤのマハから始まるんですけど、それもすごくこうジーンとくるいい演奏で、とてもいいものなので、1時間弱ぐらいのものです。よかったら、見てみてください。でそこで、その当該発言がありました。それはここですね。楽器の話をするんです。現代のギターこういう風に作っているよみたいな。そしてその後に演奏者の爪の質も重要です。生まれつきの爪の質によって強く熟成した音、これはストロング&メロートーンって言ってますけどね、強い音、そして芳醇な音ですね、を出せないのであればギターを弾くのは諦めた方がいいでしょう。良い爪を持って生まれるのは簡単ではありません。第一条件は爪が強いことです。簡単には割れない爪です。次に重要な条件は柔らかさも同時に備えていることです。これは音質のために重要です。美しい音質がなければギターの魅力はゼロになってしまいます。確かに言ってますね。ここからはそのセゴビアがどうしてこういうふうなことを言うのか、その心をね探ってみたいと思います。セゴビアの話に入る前に、まずそれまでのセゴビア以前のギターの世界ってどんな感じだったのか、まあ、そのギターの価値観っていうんですかね、そういうのはどういうものだったのかっていうのを、振り返ってみたいと思いますが、ギターっていうのはやっぱり身近な楽器、そして、サロンなんかで演奏される、でコンサートで演奏される時も、まあ、あまり多人数を相手にしない。それは、多人数っていうのは1000人2000人っていう、そういう大ホールの話で、ジュリアーニとかコンチェルト、ね、弦楽合奏と、ギターみたいな、そういう曲も残していますから、数十人あるいは100人200人、まあ、行って300人ぐらいまでのホールっていうのは、まあ、もちろん想定されていると思います。で、誰がもそこでコンサート、そういう場所でコンサートをしていると思いますし、なんですけど、その1000人2000人っていう規模の大ホールですね、そういうところで弾くっていうのはあまりギターには、なかった発想だと思います。ただそれはその、まあ、音が小さいっていうのは、まあ、今だって大きな音がするわけではないので、大きくなったって言われてもね、耳をこう塞ぐほど大きくなるとか、ピアノより大きい音がするっていうことはないですから、ですけれども、その貧弱でいいっていうことではないんですよね。それまでのギターの、世界観ですよ。それはその細やかなコントロールをするっていうのと、まあ、それによってその表現をするっていうことを重視している、
それが伝わるところで伝わる範囲で演奏するっていうような、そういう楽器、世界観を持った楽器っていうことだったんだと思います。でもちろんそのだから貧弱でその弱々しい楽器であれば、その19世紀の頃にギター、大ギターブームがヨーロッパで起こるっていうことはないでしょうし、その後もこう愛されるっていうこともないと思います。その細やかなコントロールあればこそ、その愛された楽器、それがギターだったんだと思います。そして、セゴビアですけれども、セゴビアは、そんなギターに対して、そのギターの世界観を改革しようとした人と、言えると思います。セゴビアの言葉で言うと、いわく、ギターを世界的な楽器にするっていうような言い方をするんですね。世界的な楽器っていうのは、つまりクラシックの音楽を奏でる、一つクラシックの楽器を奏でる、そして世界の一流の楽器っていうことに、したい、そういうふうな、気持ちがセゴビアの中にあったということですね。その例えばソロバイオリンみたいなもんですかね。後にその、シャフォニーとか弾きますから、そういうあんな楽器にであるべきだ、なりたいな、そういうようなことだったと思います。でセゴビアはそれを目指していくつかの方向から、アプローチをかけるわけですね。それを、今回はね3つほど、まとめてみました。1つはレパートリー。レパートリーのことを考えると、セゴビアはこんなこと言うんですね。私はギターを2度救いました。まずはフラメンコギター奏者のやかましい演奏からギターを救った、そういう言い方をするんですよ。フラメンコ奏者にしてみたら、ね、失礼なんて話ですけど、セゴビア自身はフラメンコ好きだったみたいです。悪いものではないし、古いフラメンコはとても美しいし、大好きだっていうことは言っていました。なんですが、やっぱりそのセゴビアが切り開いていこうとするときですね、改革していこうとするときに、やっぱりギターっていう楽器を持ってると、ああフラメンコのあれですねっていうような、そういう目で見られていたんだと思います。で、そこでいつもそのなんかこう壁を感じるっていうか、分かってないなっていうか、自分はそう思ってないのにっていうようなことがあったんでしょうね。私も昔ですね、ギターの道に進みたいって父に話をしたら、流しになるのかって言われましたから、なんとなくそれを通じるものがあるのかもしれないですけどね。そして、ここではですね、バッハを弾くことにします。そんな話がここにありました。これも、インタビューの中です。初めてバッハを弾いたのはいつですかという問いに対して、ブルーガーという人が書いた本にドイツで出会った時です。バッハのリュート曲について書かれた本でした。私はすぐに大喜びで、その中から何曲か選び、パリでの次のコンサートで弾きました。私の友人たちはバッハをギターで弾くという考えを認めませんでした。でも私は彼らの忠告を無視しました。一匹狼でいるのが好きなんです。かっこいいですね。そのセゴビアがギターでバッハを弾くっていうのは、その、音楽界にその切り込んでいくための、一つのこう武器、刀の一つだったんだと思います。でそれは、そのフラメンコって言われる、そういうものではなく、その見せ物で弾くバッハではなくて、ギターなんだけどそこには本物の演奏があるんだ、そこには本物のクラシックがあって、そのなんか見せ物でこう弾くものではないんだよっていうような、そういう説得力のある演奏をして、そこで認めさせるんだっていうような気持ちがあったんだと思います。レパートリー、そしてさらにもう一つ、私はギターを二度救いました、フラメンコの次は、そして次にギターに許された数少ないレパートリーからギターを救いましたっていうことを言っています。これは、やっぱりその一流の楽器には一流の音楽が必要でも、ギターはある時から、それこそそのセゴビアが言うには、僕が言ってんじゃないですよ、フラメンコの楽器って思われてるから一流のクラシック曲がないっていうことをこう嘆くわけですね。そして自分の名前が売れていくごとに、
知り合っていく音楽家、特に作曲家にそのギターの作品を作ってくれないかっていうことを依頼をして、でギターのレパートリーを増やしていきました。まあ、こんな風に、することでギターをクラシックの世界の一流の楽器にする、その作戦の一つでした。そしてその次、2番目が楽器ですね。楽器は、やっぱりそのインパクトのある音が出せる、この優しくて心にこう、ひだにこう染みるような、そういう音だけではなくて、そのインパクトのある音が出せるトーレス型の大型ギター、まあそういう音が出せるのはトーレス型の大型ギターにしかできないっていうことを今セゴビアは思ったわけですね。そして、その、例のその世界の一流のクラシックの楽器にするために、その目標のために、バロックギターとか、あるいはリュートである、まあそういう小楽器ですね、さらに19世紀ギター、そこと決別するっていう、まあ、作戦というか、そういう方向に出るわけですね。そこの話がこんなことがあります。これも、先ほどのビデオの中で言ってることです。バロックギターのことですね。ストラディバリウスですね。ストラディバリウスもギターを作っていますが、とても小さいものです。上流階級のお嬢さん向けでしょう。弾き方も知らないようなね。ソルもとても小さなギターを持っていました。現在のギターの大きさと形を作ったのはトーレスです。アルメリアかマドリッドで、タレガが使っていたのはトーレスのギターです。でもタレガには大ホールでコンサートを開く考えはなかった、こういうことですね。当時、まあ、今でもですけど、ストラディバリウスのバイオリンといえば、もう今でもそのバイオリンの最高峰なんですけど、ストラディバリウスのギターはバロックギターだから、セゴビアのその野望っていうんですかね、セゴビアの思いには応えられる楽器ではなかったっていうことです。でソルも素敵な作品、セゴビアはソルのことは非常に認めてるんですけれども、ソルが使ったギターっていうのも、ソルが使ったギター、この間お見せしたラコットとか、ああいう楽器なんですけど、ああいう楽器も小さくて、やっぱりセゴビアを満足させる、セゴビアの考えるギターの世界を作る楽器ではなかったっていうんですね。なのでもうそこからは決別するわけです。もう認めないということですね。そしてもう一つ、そのハウザーとの出会いのところでですね、面白いエピソードがあるので、もう一つご紹介しましょう。それはこんな本です。これ昔出た、現代ギターから出た、永遠の巨匠アンドレス・セゴビアっていう、まあ、追悼号みたいなものですね。セゴビア亡くなった後に出てきたものです。そこで、ハウザーとの出会いの話が載っています。こんなことです。さてヘルマン・ハウザー一世については面白いエピソードがあるのです。これはセゴビアが言ってるんですよ。私が1929年に初めてドイツにコンサートに出かけた時、ある人が小さなおもちゃのギターをプレゼントしてくれたのです。それが実によくできてましてね。一体誰がこのギターを作ったのか尋ねたところ、それがハウザーだったのです。それで早速彼に本当のギターを作るよう勧めて、私の泊まっていたホテルに呼び寄せ、マヌエル・ラミレス、これはセゴビアが持っているギターですね、マヌエル・ラミレスのギターの寸法を取らせたのです。すごいでしょう。このね、おもちゃのギターっていうのは実は本当のおもちゃのギターじゃないんですよ。だってハウザーはおもちゃのギターなんか作らないし、そのセゴビアにおもちゃのギターなんか見せないですからね。19世紀ギターのことです。ハウザーはそれまでのドイツギターの流れを組んで、伝統的なドイツのギターを作っていました。それが、19世紀スタイルってことですね。20世紀ですけどね。それで、それを見たセゴビアは非常にうまくできているっていうのが分かって、他のドイツギターとは全然違う、これはすごい腕の持ち主だっていうのが分かったんで、でもこれを弾くわけにはいかないね。だからトーレス型のギターをその作るように依頼するんですが、その時に本物のギターを作るっていう言い方をするわけです。まあセゴビアの一流のそういう言い回しなんでしょうけどね。
まあ、そのぐらいの話が残っています。そして、3つ目、それが弾き方ですね。これが、まあ、指導奏法との決別、爪奏法を進めていくぞっていうことですね。まあ、決別っていうか、まあ、セゴビア自身指導奏法だったっていうようなことはどこにも書いてないんですけどね。ただやっぱり最初は指導奏法だったんじゃないかなと思うんですよね。っていうのは爪奏法はちゃんと爪を手入れしないとうまくいかないので、その最初から爪だっていうことはあんまり考えにくいですけどね。ある時から爪をやってそっちに傾いていったんだと思いますが、まあ、その辺の話はまたこの先にいつか、したいなとは思いますけれど、ここの話ではですね、先日富川雅智さんが、ギター史の講義を、ネットで配信しているんですけれども、そこの中で興味深い記述を読み上げていました。それをちょっと引用しますね。セゴビアの伝記に書かれていたことだそうです。だいたいセゴビアの15歳頃の、ことのようですね。ではいきます。バレンシアにタレガ奏法がどんなものか研究したくて旅をしました。そしてタレガの弟子たちに会いました。セゴビア曰く、そのタレガの弟子たちの様子ね、非常に狭い見識にとらわれて明らかに理由もわからずに、彼らの先生、これはタレガのことです、タレガの晩年の教えを盲信している。爪を使わず指先だけで断弦する方法、指導奏法のことですよ。トーンバリエーションも音量の変化もつけられない。ね、剣もほろろって感じですけどね。さらに、まあ、こんなのもあります。こっちの本の方ではプジョールのことが書いてあります。プジョールは、指導奏法だったんですよね。それで、ビュエラーも弾いたりしていました。あ、こんな。プジョールがビューエラを弾く様子、これね、これね、こんな様子があります。写真も出ています。はい、そこですね。エミリオ・プジョールとはどのようにして知り合いましたか？この質問に対して、もう随分昔のことですから、どこで知り合ったかは定かではありませんが、バルセロナだったような気がします。彼は、タレガの弟子ですが、あまりにも師匠にのめり込んでいくうちに、彼自身の理性を失ってしまいました。タレガは晩年になって爪の病気にかかり、やむを得ず指導奏法にしたのです。その頃、彼は爪ばかりか右半身にも麻痺を起こし、不自由な体になっていました。ところがプジョールは、そのタレガを真似て指導奏法にしたのですから、勘違いも甚だしいと言わざるを得ません。彼の奏法は聞いたことはありますが、爪なしの貧弱なか細い音でボソボソと弾くだけで、それはまるでビューエラを弾くかのごとくでした。そうしたら彼はその後本当にビューエラ弾きになってしまった、かっこ笑い。そんなわけでプジョールはギタリストとして成功した人物とは言い難いです。これもまたね、結構言いますね。プジョールは、その、タレガの影響を受けたのは確かだと思います。でも、タレガは、その、爪が悪くなったら、指導奏法にすればいいっていう考えだったんじゃないですかね。で、指導奏法には指導奏法の予算もあるよっていうようなスタンスがタレガだったんだと思います。そこをやっぱりこういう、まあ、そのセゴビア一流の物言いっていう感じですけどね、そういうふうに言っていました。そして、その後ですね、1946年戦後ですね、オーガスティによってナイロン弦が、実用化されて、まあ、開発されて実用化されて、それと相まって、セゴビア奏法、それとセゴビアトーンって言われる、まあ、セゴビア独自のその弾き方ですよね。爪と肉を使った指導と肉を爪を使った弾き方が完成して、その後その広まっていくわけです。
まあ、こういうのがセゴビアが進んできた道だったんですね。で、まあここでちょっとまとめてみますけれども、セゴビアっていうのはもう本当に信念の人、まあ信念というよりもどちらかというとね、使命感っていう感じがしますよね。これをあのインタビューとかを見てると、もう神様からやれって言われたからやってるんだぐらいの、まあ、救世主っていうんですかね、そんな気分でっていうか、そんなぐらいのその責任を感じながら、道を切り開いてきたっていう人だと思います。で、自分がもう率先してどんどん切り開いていくから、その後の人たちはちゃんとそこについてきてくれっていうような、気持ちが、そのこう断言帳のね言葉に、垣間見られるんだと思っています。で、まあ、聞いた人はですね、セゴビアも演奏力がものすごいので、もう聞いた人はもうあっという間に目がこうハートマークになって、もうイチコロになっちゃうんですよ。まあ私もそうなんですけど、私は生のセゴビアは聞けなかったんですけれども、レコードや CD で聞いても非常に心が動きます。で、そのおかげでっていうか、そこで、もうセゴビアがそれがいいってなったら、もうそっちに行くしかないだろうっていうか、それが結局そのギターが、トーレス型になっていったし、今セゴビアとその関連のなかった作曲家もいっぱい ギター曲を書くようになったし、そして、ギターを弾く人がもう ほとんどの人が、まあ、特にプロの人中心にですけどね、アマチュアの人は普段の生活も仕事があったりしますから、どのぐらいその爪になってるかは分かりませんけれども、まあプロの人、ハイアマチュアの人は、まあ、ほとんどと言っていいぐらいその爪奏法になりました。それはやっぱりその影響のその結果なんだと思います。で、そのセゴビアはやっぱりその切り開いていく人なんで、その、まあ、戦うっていうと敵っていうイメージだから、やっぱ切り開く人ですよね。切り開く人なんで、その時に、あ、19世紀ギターもいいよねとか、古楽器の音も素敵だねとか、主奏奏法の良さもあるよねなんていう話をしてるんじゃ、そのとてもその切り開いていく、その圧はかかってるわけですからね、そこを切り開いていくなんていうことはできなかったっていうようなことなんだと思います。で、でもですね、まあ、さっきも言ったように、その世の中はこう、世の中っていうか、まあ、クラシックギターの世界はそこで変化しました。で、おかげで今のギターの状況っていうのがあるし、コンサートも、まあ、大きなコンサートも行われ、しかもギター曲もたくさんあり、あとさらに学校とかですよね、まあ、日本なんか特にそのギター科っていうのが、ギターを専門で学ぶ学校っていうのが、ほとんどなかったわけですから、私は日本大学芸術学部っていうところの2期生で入りましたけど、その前はなかったわけですからね、こうやって認められて、つまりクラシックの楽器として認められて、まあ、音大や音大システムの中に組み込まれていくっていうことがあったのは、やっぱりそれはセゴビアのやってくれたその偉業の中の結果だと思っています。ただやっぱり今はもう21世紀になり、セゴビアがその没してから35年ほど経って、まあ、ちょっと世の中も変わってきましたよね。まあ、いろんな価値観っていうのを楽しんで受け入れることができる、そんな時代になったような気がします。それはやっぱりそのネットが特にそうだと思うんですけど、とてつもないその情報量っていうのがあって、それが何て言うんでしょうね、相反するその価値観が、価値がこうあったとしても、それをこう何て言うんですかね、相手を邪魔しないっていうんでしょうかね、例えばそのセゴビアがそのまあ、爪奏法やそのモダンギターをっていうんですかね、そのスパニッシュギターを切り開いていこうとするときに、主奏奏法や19世紀ギターがいいっていうことが、その当時はやっぱり情報が少ないから、その絶対量が決まってるんで、そこの部分を取られちゃうと、その、切り開いていく力が足りなくなっちゃったんだと思うんですよね。足りないと考えるっていうことなんだと思います。でも今は非常に広い大きな情報があるので、その爪の人がいたり、
指導奏法の人がいたり、高楽器ギターの人がいたり、そういう人たちがいても、何にもその互いが邪魔することはない。で、むしろそのギターっていうものが非常にこうそのジャンルが広くて幅広くその奥深いんだっていうことをその見せてくれる、そういうふうな広がりを感じさせるっていうような時代になってるような気がするんですよね。そんなわけで、今としてはですね、そのセゴビアの時代は爪の悪い人は、そのギターに向いてないよまで言って、そのぐいとこっちに爪っていう方に引っ張ってくる力が必要だったと思うんですけど、今はですね、爪の悪い人は 爪の形が悪い、爪が、ガタガタしちゃう、あとは、年取ってきてもろくなってきちゃったとか、そういう人は、爪の悪い人は、爪奏法に向かないだけっていうぐらいの感じでいいんじゃないでしょうかね。それでもちろんそれを改善するために何か人工爪的なものがあったりとか、そういう特殊なケアみたいなことをするっていう方法もあるし、あと指導奏法でもいいんじゃないっていうような、割と気楽な感じで、その弾き方については考えたらいいと思います。で、なんならね、爪悪くない人だって試してみたら経験になるんじゃないぐらいの、そういうスタンスも、面白いんじゃないですかね。楽しめるんじゃないでしょうか。今日はじゃあこの辺ぐらいにしましょうか。具体的な弾き方ですね、実はコメント欄で、この指のこうアップを見せてほしいとかって、コメント欄もいただいたので、ちょっとチャレンジしてみたいと思うんですが、こうカメラの位置とかね、少し研究しますので、ちょっとお時間ください。またそのうちにそういうことも、お話ししてみたいと思います。では、ここまでしますが、面白かった人はぜひ、チャンネル登録お願いします。あと、そうですね、感想であったり、ご質問などありましたらコメント欄でも、何かお待ちしています。それではまたお会いしましょう。今日はありがとうございました。